じゃあ、今日最後の動画を撮るね。じゃあ、パク撮らかいって言ったらどうやろ。ポクチェンか。インスタでうちにネットストーカーした、ネット誹謗中傷常習犯だったな。あの人のコメントってめっちゃ脊髄反射やろ。それわかるでしょ、みんな。じゃあ、なんで脊髄反射に弱いんですかって。いうのを考えたときに。じゃあ、剣道っていうのは、じゃあ脊髄反射なんですか。うん、それはそういう側面なんだよ。それは、じゃあバッターもそうや、ピッチャーもそうだよ。野球って結構、主役っていうか、一番スポットライトが当たる部分は、やたら脊髄反射の世界。で、サッカーはちゃうやろ。体側やろ。スポットライト当たる部分、やたら体側やねん。ドリブルとか。な？でしょ？じゃあ、皆さんが野球あまりに好きな場合は、あるいはダンスなんかできない場合は、脊髄反射の輩に倒されやすいんちゃう？うちは剣道も好きですよ。柔道はできませんよ。弱いよ、女から。いや、こんだけ筋肉が、武道場で引っ張る力弱いよ。ね。じゃあ、これなんでこんなついたんって。運んどって重たいの。なんかこんだけついちゃうの。女ってさ、重たいのは運ぶの得意よ。重たいの運ぶの得意よ。ね。重たいの運ぶの得意でしょ。ね。重たいの運ぶの得意よ。ね。わかるでしょ。でしょ。ね。しかも単純な運び方。単純な重たさ。単純な運び方。ね。さて、じゃあ、パクトラカイはなんで脊髄反射になったかじゃん。まあ、顔を想像してごらん。ご覧ですか。ヤマト民族やから、パクとかリーはな。現実、平和現実って木下君の顔してるでしょ。木下もそのパクとリー、2系統あるけどね。西浦もパクとリー、2系統ある。まあ、初めの西浦でも元々木下家やった。で、まあ、加藤の息子、東高加藤の息子、東高長かな。東高長ですね。陶磁器の長の加藤なんちゃら、なんなんかな。と、の娘と駆け落ちしようとした木下棒をふんづかまえて、で、とにかくここに住めと。で、西浦家で、実は。西の浦ということが、ちょっと、東高木下、じゃ間違えた。東高木下ちゃん。東高加藤にとって、西の浦にとって。ということ。また、パクっていうのは、裏っていう字見てるでしょ、ね、裏目の裏ね。占いの。で、パク、要するに僕っていう。あれは、この辺、なんか作られた、ホーバーやったの。かわいかった。時々、ティクとかでパタパタやってたけどね。あれのホーバー。ね。で、まあ、細長い顔なんですよね。まあ、ピンズかね。この、要するに、基本こういう人たち、もともとはね。こういう人たち。それはもともと、東アジアにはいなかったの。こういう人たち。どっから来たんやろな。まあ、とりあえず、秦の始皇帝はこういう人やったけど、それはパルティア部族。ペルシャ文明を一気に侵略した遊牧民。遊牧をパルティア族に教えたのはペルシャ人やけどね。教えたのがアダになってやられてしまった。で、ペルシャ文明を支配して、そのまま中国、要するに、中国大陸、まあ、今の中華人民共和国。ああ、これ何をしてん秦の始皇帝が西方からね。で、たちまち長安あたりを抑えて、で、そこから秦の始皇帝のその親世代までね。で、秦の始皇帝が長安のあたり、秦王かな。から、関羽って読むんじゃないの、あれ、秦王って読むんだよね。そう、まあ、ハリキューの秦の金編がない、その、感動、感じるの、心がない、秦王。そこから一気に、中原と呼ばれる、まあ、州とか、があった洛陽とか、ね、そういったあたりの話、ね、その当時は何て言うか、昭和だったかな、その辺を一気に侵略して、で、江南まで侵略したけど、まあ、一気に広がりすぎて、一気に倒された。そして、まあ、中国を追い出されて、その後は実は満州の方に逃げたんだね。で、またその、秦の始皇帝の片腕って言われた魔術師の重複が神武天皇の先祖。それが日本の天皇になった。という形なんですけどね。そういう大和民族。朝鮮半島もその流れで侵略して支配した。それからヤンバ。ね、大和民族イコールヤンバ。で、まあ、要するに始皇帝と上福。どっちもユダヤ系で、ね。で、それは後に中国から追い出された。特に江南から追い出された。家屋も見づらくなった。本拠地を満州にした。それを吉丹女神族っていう。吉丹が始皇帝系ね。で、女神族は女服系ってことね。それは、北から北へと呼ばれることもある。そういう呼び方もある。
それが朝鮮半島を厳しく支配した。日本も侵略したけど、実は私たち先人民は負けなかった。全部数多いから。8000万人もおるからね。大和民族は300万人ぐらいしかおらへん。残りは春名系、江南系の人たち。江南系の人たちは、もともとうちの友達のところの、まあ、フリーメンソン系とかもやるんですけどね。系徳地も江南にあるんですよ。ね。あ、当時期ね。さてさて。で、結局その、大和民族系、その、顔の細長い人たちっていうのが、その、脊髄反射に、まあ、依存しやすいんちゃう？真の思考っても脊髄反射の人やって。あんなにのことやったら賢かったでしょうっていうのが、実は真の始皇帝に倒されたペルシャ人が賢かったわけね。数学も法律もできたわけね。ということやな。だから、パクトラカイっていう人も多分顔はそんなに低いでしょう。ね。まあ、ヤンマーとかそうやから。パクもね、リーもね。まあ、朝鮮、韓国の、まあ、特に分かりやすいのは韓国の、韓国の首脳陣見てごらん。ね。顔はそんなにしょ、パクもリーも。そうじゃない系とは、うちら日本戦時見と同じ系とやねん。ムンとかね。顔丸いでしょ。ムンは加藤。日本での戦意が加藤や。で、初めに留学してたこともある。で、その、結局その、日韓両方にね、戸籍持ってる人もおんねん、実は。まあ、二重国籍。おんねん、おんねん。ね、で、まあ、構図。会長は弁護人も両方に国籍、両方に戸籍持ってん。というか、もともと日韓の国境ってなかったから、昔は、ね。で、国境みたいなのができた後も、結局、君主とか大名とかね、そういった時代の時は、ね、あんまり国境って意味ないね。それよりも、都市がどれぐらい稼ぐか、町がどれぐらい稼ぐかとか、どれぐらいの農業生産があるかとか、いう方が経済だから、経済大事だし。そういう君主たち、大名たち、武将たち。で、その結局、民主主義近く国民国家ですね、民族国家になってからの方が国境に関しては厳しいね。一人一人君主になっちゃったからみたいな感じだな。まあ民主だけどね、民主主義だけど。まあ一人一人君主ですよっていうのが民主主義だ、実は。ね。まあ、もし丸顔の人が、パクトラカイみたいな脊髄反射的なコメントを、続けるとしたら、それは、まあ、細長タイプにえらいひどい目にあったりとか、まあ、お仕事さんにひどい目にあった丸顔の奥さんとかあんなことになるのかなとかな、そういう想像はできるけどね。でもあのしつこさは爬虫類的やったよ。あれが爬虫類人種やね。あのしつこさがある。そしてチャンスになっピンチになっても、チャンスとピンチにワンパターン攻撃に陥ってたよ。まあチキン攻撃って口よう言うやつ、まさにそれ当てはまりまくってたよ、パクトラカイ。そんなようにして観察できたかな。こういうのをね、余裕持って落ち着いて観察できないと喧嘩負けるよ。まして魔術。危ないよ。こんなん分かってないと危ないよ。しかも、現場で、戦闘中に、ちゃんと気をつけないと危ないよ。うちそれ分かってるから、ああいう戦い方できるんで。で、戦闘中も、あれやな、ああいうタイプの攻撃だって。ちゃんとピッ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 って分かるよ。経験に。そしてちゃんと知識もある。で、その知識をちゃんと運用した。運用って人に貸したとかちゃうで。自分の人生でその知識を実践し続けたよ。だから、あれを実践と呼ぶなら実践に強いし、現場でちゃんと仕事できるわけ。